ノブさん、今回は2万円分がゲットできる情報の方ありがとうございます。まあ、マイナンポイントカードっていうのはね、まあこのポイントカードっていうのを、まあ、国の方が推奨していて、このカード1枚で免許証ですとかね、それから健康保険証ですか、それぞれの行政サービスがこの1枚で全部管理できるようにしたらどうかということなんですよね。もうすでにこれシンガポールやドバイの方では1枚のカードで全ての行政サービスが本当にね、近くの お出先のコンビニなどで全部受けられるみたいな形になっていてむちゃくちゃ便利ということらしいですいやでもね、えー、日本とは違った税制ですとか国家制度だから成り立つのかなっていうところもありますし、うん、やっぱりねあの金融のお金の流れをつか、うん、まれるっていうのはちょっと気持ち悪いところありますけどもとはいってもね今でもつかまれてますんでみたいなもんなんですよね、はい、それで このマイナポイントカードの2万ポイントってやつですけども、そもそもね、2万円ものお金を払わないと作ってもらえないカードってのはどれだけ信用がないんだということです。まあ民間のカードでもね、あのー、クレジットカードを作ると1万円もらえちゃったりとか2万円もらえちゃったりする自己アフィレートっていうサービスはありますけども、まあけどね、民間のですからね。なぜか民間のカードはバンバン作られるのに、まあ国がおすすめするカードは作ってもらえないというね。 ようなことがありますけども、まあでも今回ノブさんからこのマイナポイントをゲットせよということでね、まあ、美味しい情報来てますんで動画概要欄からちょっとご覧いただければと思いますノブさんいつもありがとうございますそれではグッドラック